ザ・シードで作られた GGO でプレイヤーがリアルの死を遂げることはない。だけどさ、デスガンがゼクシードを殺した時にちょうど居合わせたプレイヤーが音声ログを取っていたんだ。あれには本物の意志がこもっていた。本当に気をつけてね。何かあったら必ず連絡して。リアルでもどこでもすぐに行くから。ああ、大丈夫だよ。俺は必ずアスナ。パパ、私もいますよ。ゆいちゃん、パパはみんなを笑顔にできる力がある人です。誰かのために頑張るのは大事なことだと理解しています。でも必ず絶対帰ってきてください。もちろんだよ。じゃあちょっと行ってくる。キリト君、気をつけてね。武器や装備はしっかり整えて。パパ、BOB は許可。もっと、まずは気候課が用意した別アカウントに切り替えないとな。どこか人気のないところ。なんだ、結構小さいアバターだな。どうせならエギルみたいな体格になってみたかったんだけど。武器やアイテムも一通りあるな。ステータスもキリトの時と変わらない。よく用意できたもんだ。キリコ、タイプミスか。髪は長いけど黒っぽいし、服もほぼ黒だな。これじゃあ知ってる人にはキリトだってバレちゃうじゃないか。ふぅ、かわいい子じゃん。ねえ彼女、君も BOB 観戦に来たの？俺たちと見ようぜ。一人じゃつまんないだろ。は？なんだこれ！顔も髪も体格もまるで女の子だ。胸はないよ。おいおい、虫はないだろ。虫は。どうしたの？シノ、いや、なんでもないです。シノン、シノンってあのシノンか？俺シノンさんのファンなん。全財産シノンちゃんにかけます。そう、長い髪のあなた。え、大丈夫だった？おせっかいなら悪かったけど、ナンパされていたみたいだったから。あなたはキリコ？あ、はい。私はシノン。ジージーを、いけない、ギリギリで滑り込もうと思っていたから。あ、そうだ、キリコも参戦するの？それなら、はい。待て待て待て、なんでシノが BOB にギリギリまで登録を待っていたということ？選手リストの俺にまで黙って参加しようとするなんて。シノが、あ、しまった、もう締め切りまで数分しかない。これで BOB のないな。やはりデスガンはアバター名では。試合中であればアバター名は必ず表示。登録終わった。予選はすぐに始まるらしいわよ。は、
シュピーゲル。いや、僕なんかじゃねえ、浅田さん。あ、いや、相変わらずの課題。え？デスガンとかいうプレイヤーを知ってる？奇妙なことをやって一部で噂になっているみたいだけど。ああ、もちろん。シノも知っているんだ。結構な評判だろう。偉そうな奴らに制裁を加えているんだ。おかげでデマを流した奴も消えたし、スカッとしたよ。私のターゲットはそいつよ。え？なんでだよ。シノンとは何も関係ないじゃないか。仲間のため、そして自分のためなの。ごめん、そろそろ待機場所に行かないと。待ってくれシノン。あのクールでかっこよかった君はどこに行った？仲間のため、バカらしい。君はもっと孤高であるべきだ。シノン、君は特別。私は強くなんか違う。君は聞いて、私は普通の弱いに。それはキリトやアスナたち仲君のことなら僕だって知っているさ。誰よりもずっと。それにやめて。おね、どいて、予選が始まるわ。ごめん、キリコさん。変なとこを見せちゃった。あいつは。さあ、行きましょう。まずは更衣室で装備を整えないと。うん。ん？更衣室？他の人が入ってこれないようにロックをかけて。これで安心して着替えられるわ。BOB 予選はどんなフィールドになるかわからないから、もちろん装備に上着とかを入れておけばいいんだろうけど、弾薬もギリギリまで持っておきたいし。部屋の隅で見ないように着替えればごまかせるか。いや、やっぱりこれはまずいだろ。シノン、ちょっと待って。俺だよ、俺なんだ。は？俺、キリト、キリトです。嘘、そのアバター？シノンさん、いや、シノン様、この度は大変。まったく、事情は分かったけど。これは男のアバターだよ。我ながら、ついでに言うと、名前は気候家のシミか嫌味だ。それよりも、なんでシノンが BO？ シノンはかなり名前が売れているんだ。デスガンに狙われたらどうする？問題ないわ、私が倒すから。せめて理由を教えてくれ。さっき聞いていたじゃない、仲間のためでもあり自分のためでもあるわ。なぜあいつがあの拳銃を持っているのかは知らないけど、デスガンが本当に殺人を犯しているなら絶対に止めなければならない。それだけよ。わかったよ。でもデスガンに戦いを挑むのはやめてくれ。デスガンの本当の名前、アバター名が分かればリアルのプレイヤーを調べることは可能なんだ。それに俺は大学病院からログインして万が一の事態に備えている。でもシノンは家からだろ、その一人暮らしの。ええ、アパートからログインしているわ。だったらなおさらデスガンと対峙してはダメだ。1対1の予選で奴と当たったら
名前だけ確認して降参して。了解。でも戦わなければいけない時がある。もう準備はいい？そろそろ出場者の待機部屋に行くわよ。そういえばシュピーゲルは BOB に出ないんだよな。ええ、そう言っていたわ。なんか様子がおかしかったよな、オリジンの頃の。そうね、あの後はGGO にはだいぶハマっていたみたいね。キャラの育成がうまくいかなくてイラついているみたい。シュピーゲルはシノンのリアルの友人、進化は教授。前にプレイしていたオリジンではリヒターという名前のプレイヤーだった。彼は俺たちがシノンと親しいことに嫉妬し、シノンの過去、11歳の時、シノン、浅田シノが郵便局を襲った強盗の拳銃を奪い、犯人を殺したという壮絶な過去。無我夢中のことだったろうし、自分や襲われた人を守っただけなのに。それでも、シノンはその過去に苦しんできた。そういえば、SAO でシノンと出会ったのも、もともとは、その PTSD の治療のためだったんだよな。リアルでは、銃の写真を見ただけで具合が悪くなるトラウマを克服するため、医療用フルダイブ機器、メルキボイドを使っていたんだ。まさかそのせいで、強制的に SAO にログインさせられて、一時的にとはいえ、記憶を失うとは思ってもみなかっただろうけど。どうしたの？顔がこわばっているわよ。まさか緊張しているわけじゃないでしょ。いや、大丈夫、なんでもないよ。ねえ、私が GGO に行きたいって言い出した時、驚いたでしょ、みんな。だけど深く理由は聞かずに賛成してくれたことにはすごく感謝してる。これでも銃のトラウマを克服するための一大決心だったんだけど、ログインしてみたら不思議よね。リアルじゃ銃の写真を見るだけで吐き気が起きるのに、ここでは平気で人を撃てるんだもの。多分シノンであることが理由なのかもしれない。でもいつまでも甘えたままではいられない。今回の件で私は自分の過去に決着をつけるつもり。支えられてもいいと思うぜ。俺はいつも頼りにしているからさ、シノンのことは。デスガンの尻尾を捕まえてさっさと帰ろうぜ。みんな待っているからさ。ああ、めちゃくちゃ怒ってめちゃくちゃ心配してると思うぜ。今のうちに謝り方を考えておいた方がいい。そうね、さっき着替えを覗かれたことを話してキリトに。ちょっと待ってくれ、さっきのは。大変長らくお待たせいたしました。まもなく第3回この話は寄せ。それよりお互いが当たらないように祈りましょう。
BOB の予選は1対1このキリコは全くの無名だし、さて行きますか。よし、初戦は無事に突破できたな。お前、キリコ、ふざけた。俺は、こいつを。お前は、キリ、決着を。キリト、シノ、どうしたの？いや、少し休みまし、ラフィンコフィン？なんでそんな人が GGO にいるの？わからない。なぜこんな時に。ラフィンコフィン。ああ、やつらはプレリーダーのプーはあまり。でも俺は自分が殺した。さっきの男はキリト。大丈夫、覚えているだろう。オリジンで俺は思い出すことができた。もしかしたら次の試合出られるの？ああ、少しは落ち着き。気をつけてね、キリト。無事、予選は通ったみたいね。ああ、シノンは当然勝っているよな。もちろん、これで二人とも決勝に進出ね。決勝は大きな特設フィールドでの戦いになるわ。数十人のプレイヤーが一定以上の距離で配置され、最後まで生き残ったプレイヤーが優勝になるのよね。最初のポジションがデスガンの近くだったらいいんだけどな。
これはさっきのラフコフ。ボロマンド。どうしたの？さっき会ったラフコフの男の声。 SAO で会ったこと？いや、もっと最近なんだ。ボソボソ喋ったあいつの声。デスガンに。キリト、デスガンの声を知っているの？気功家が偶然録音されていた音声ファイルを入手していたんだ。まさかラフコフのメンバーがデスガンだというの？おそらく。そしてあのボロマンドは俺のことを覚えていた。 SAO のキリトだと知っている。あいつは一体誰なんだ？ただの平メンバーではない。おそらく上級幹部か。ダメだ、ここまでわかるのに名前が出てこない。俺はあいつと戦ったはずなのに。キリト、シノ、俺はあいつともう一度戦うよ。戦ってあいつが誰であったかを。私には戦う。私もやつ。というか、デスガンの11歳の時、私が強盗から奪い、撃ち殺した銃がそれなの。そうだったのか。あの銃で人が殺されるかもしれない。とてもじゃ、キリト。一緒に戦って。わかった。BOB 本戦のフィールド。開始直後に狙撃されることはないだろうけど、物陰に隠れながら移動するとするか。まずはシノを探して合流しないと。運よく近くにいればいいんだけど、本戦中は通信ツールが一切つく。キリト、遅いわね。もうしばらく待っても来ないようなら、少し周りを見てこようかしら。戦闘が始まった。スナイパーライフルのスコープを使って。一対一。いえ、一方的に追い詰められているみたい。でもすごい動き。あれはかなり強いわね。この調子、ボロボロのマントに。武器はこの距離じゃ、アバター名は表示されないわね。せっかくのチャンスだし、近づいてみるか。だけど、その間にあのプレイヤーが倒されてしまったら、リアルの方も。迷っている暇はないわ。獲物を横取りしてごめんなさい。アバター名を、だから狙われている方を倒してみたのだけど、おそらくデスガンの標的からは外せたはず。いけない、考えている時間はないわ。場所を移動しないと。さっきの狙撃でデスガンに居場所がバレてしまっただろうし。キリト、早く来なさいよ。まさか。そんな。信じられない。変装のために別アカウントを使うって言ってたけど、
ほら、あの剣さばきはキリトだよ。間違いないって。名前もキリトもよの。待て、落ち着け。おそらく知ってる人にはバレバレよね。さすがに安心してください。ママ、パパの戦闘力は驚き、違和感。笑っていいと思うよ。ねえ、オッケー、記念にいっぱい取っておこう。あ、とか、あれ、おそらくフィールドのあちこちに中継。なるほど。見て、誰かが遠くから漁夫の利を狙ってるわ。リズさん。おいおい、シロ。待って待って、聞いてないわよ。なんでだろう。それは危ないからって絶対。シノさん、この前デスガンの話をしていた時に具合が悪くなってましたよね。でもシノンさん。もうシノンったらキリト。待て、録画してあるから。ちょっと見せてくれ。ここだ。これはラフィンコフィンのエンブレム。おい、なんで GGO にラフコフがいるんだよ。わからない、わからないけど、私キクオカさんにこのことを。フィールドの中央というとこの辺りのはずだな。シノンなら狙撃ポジションを確保しているだろうから、多分あの辺かな。シノン！シノン、しっかりしろ。キリトだな。ああ、そうだ。我が名はデスガンだ。真の力で裁きを。あの頃の名前ではないな。ほう、そこまでは思い出したのか。だがお前は決して俺の名前を思い出すこと。どういう意味だ。そこの女、お前の仲間だったな。後でゆっくりとどめを刺してやろう。仲間が死ぬ姿を見るがいい。己の無力さ。さあ、剣を。スモークで何も見えないだろう。おとなしく俺のマシンガンの餌食になりな。下でも戦闘が発生。このような場は裁きを下すにせいぜい怯え逃げ惑うがいい。その女の命は今日までだ。待て、どういう意味だ。シノンがお前の標的だというのか。デスガン。どこに行った。おっと、悪いけどあんたの相手をしている暇はない。デスガン、レアなハイドスキルでも持っているのか。シノン、大丈夫か。ひどくは収めている。とにかくごめん。シノン、俺に捕まれ。これだけ銃撃の音がしたんだ。すぐにあちこちからプレイヤーがやってくるに違いない。デスガンもそれを気にし。ひとまずこの中で隠れていよう。デスガンは大丈夫だ。こさっきもん、デスガンがプレイヤーを殺そうとしていたから、それを防ごうと狙撃して、場所がバレたからすぐに移動したわ。でもさっきももしかすると自分を透明化するような。ガジェットの近く。この辺りなら足音はよく聞こえるだろうし、少しは安心ね。情けないところを見せちゃったわね。で、反撃なんて考えることすらできなかった。
けど、私はや…シノンは弱くないよ。さっきだって見ずし、今度は俺の番だ。シノンは俺が守る。キリト、一人で行くつもりなの？あなたは本当に強い…そんなことはない。俺だって怖いさ。それでももう二度と仲間を失うのは嫌なんだ。絶対に。少しだけ。11歳の時、GGO に来て、中現実世界の私もキリトやアスナ、みんなが私を支えてくれていたから、だからかな、素直にそう思えたの。でも全くダメね。ここでも銃に怯え、何もできないんだもの。だけどこのまま怯えていきると、私も戦うわ。危険だ。デスガンは君も標的にしている。俺は現実の体を病院でモニターしてもらっているけれど、君は一人暮らしのアパートだろ。お互い危険なことに変わりはないわ。デスガンが現実の私を襲うわけでもないんだし。あ、現実のシノンを襲う？不可能よ。デスガンは GGO。 いや、そもそもデスガンは一人なのか。